はい、皆さんこんにちは。今日はですね、4月15日の土曜日でございます。ですね、今ここは茅ヶ崎市の赤羽の方ですかね、山の方なんですけれども、そちらを走行中でございます。ちょっと窓開けてるんでうるさいかな。今日はですね、 YouTube で車載動画とか鉄道の動画とかを撮られている、広島県の藤尾ワールドさんというですね方がいらっしゃるんですけれども、その方がですね、神奈川に来られるということで、ちょっと今日はオフ会を、しようということでですね、話になりまして、今まあそれにちょっと出かけるところでございます。広島県のですね、三原から、新幹線で新横浜まで、来られるということなんで、私はあの新横浜で、迎えに行くというところです。まあ、11時20分ぐらいに、着くそうなんで、まあ大体同じぐらいに着くかちょっと遅くなっちゃうかもしれないですけどね。一刻がどの程度の混雑かがちょっと読めてないんですけど、今日は休日なんでね、ちょっと混んでっかもしれないなと思いつつ、新横浜まで、行きます。でですね、今日は車が、いつものですねアイシスではなく、こちらはですねレンタカーですね、ニコニコレンタカーで借りたマツダのデミオですね。今日はそれで、車載動画を撮っております。ちょっとやっぱね、いつもと違うので、最初ね、来るときにレンタカー屋さんから借りて、家に戻るときにちょっとやっぱりまだ感覚がつかめなくてやや怖かったですね。なんかやっぱ変な感じなんですよね、いつもと違う車だから。でレンタカーですね、デミオは実は運転をしたことあるんですけれども、もう3年ぐらい前ですかね。もうだいぶ前なのでちょっと感覚も忘れちゃって、もっと前かデミオ借りたの、まあちょっと感覚はね忘れ気味でした。なんかやっぱこのねアクセルのこの踏んだ時の感覚とかが全然違うんですよね。ちょっと踏んだだけじゃ全然進んでくれなくて、やっぱりその辺の感覚もね違うので、ちょっと難しいところがありますね。まあ運転してりゃそのうち慣れるんですけども、なんかアクセル踏んでも全然加速しないというか、これは4速のオートマチック車だと思うんですけど、感じ的に、多分4速 AT だと思うんですけどね。で踏んだ後にちょっとしばらく全然動かないところがあって、ある一点を超えるとぐっとね急に加速するっていう感じなんで、ちょっとやや不思議な感覚です。あ、でももう慣れてきたかな、車両感覚的にはもう慣れてきたかなって感じ。ちょっとねやっぱりいつものアイシスと横幅が若干違うのと、あと背がねやっぱ低いので、それがねなんか変な感じです。アイシスも別にハイエースみたいに高くはないですけども、それでもね、まあ、結構上の方だとは思うんですよね。まあまあ見やすいあれなんですけれども、結構地面が近く感じます。ちょっとの差だと思うんですけれどもね。この車はニコニコレンタカーの寒川店で、借りました。ニコニコレンタカーはですね、友人と出かけた時に、以前伊勢神宮行った時に1回借りたんですね。そこの店舗じゃなくて茅ヶ崎だったんですけれども、借りたのは。でその時は確か、マーチ、シルバーのマーチだったんですよ、借りたのが。それでね、伊勢神宮まで友達と交代で運転して行きましたね。
で今回は、水色ですね。水色のデミオ。ただあのスカイアクティブのあの青色じゃなくて、あの薄い水色ですかね。ちょっと写真こんな感じのこの色ですね。このデミオです。で走行距離が 58,391 キロ、借りた時はもうちょっと少なかったと思う。でも 58,380 いくつとかそんなもんですね。だからもう約6万キロの、デミオです。まあでもそんなにね、6万キロぐらいだったら大したことないですかね。ここも今圏央道の工事が始まってますね。こっからね、混雑がどの程度かなんですけど、この間亀有に行った時はこっからですね、横浜新道に入るまでかなりスムーズだったんですよ。あれぐらいねスムーズだったらいいんですけど、あれは平日でしたからね。あの動画見ていただけると分かると思うんですけど、いつもね渋滞の名所となっている原宿アンダーパスができたのに、未だにまあ渋滞ね名所となっている原宿、あそこをですねスルリスルリとこの間抜けていってね、ああずいぶん今日は空いてんなーなんて思ってたんですけども、あんぐらいね空いてるといいんですけどね、滑らかに行ってくれるとなかなかちょっとね難しいかな。今日は休日だし車多いですしね、なんか見た感じね。で一応今日もですね、車載動画は何本か撮ろうかなとは思ってるんですけれども、まあまずここからね、新横浜まで行くこの動画、それから、まあ新横浜駅から、その、今回ね、オフ会する、富士オワールドさんのですね、ホテルの方をチェックインするので、横浜の館内まで行くんですけれども、まあその間も撮れたらちょっと撮ろうかなとは思っています。これこっちじゃなくてね、東名から行って保土ヶ谷バイパス行った方が早かったかな。こっちは早かったか、多少ねお金かかっても、こっちはねあの横浜新道なんで320円でいいんですけども、急に加速するんですよね。やっぱまだねこのアクセルは慣れないです。難しい。とりあえずちょっとまあね、新横浜駅まで長いので、ここからも早回しにしたいと思います。
横浜新道の有料区間に入りました。思ったよりですね、一刻が空いておりまして、サクッと通り抜けられましたね。ここまで、来ました。まああとは常盤台で降りて、一般道ですね、ひたすら、まあ、北上なのかな、どうなんだろう、ちょっと方角がねあれですけど、まあ登っていきたいと思います。土日で出かける方がみんな東京の方から、西の方に来てるんでしょうね。神奈川箱根とか、今東名高速も、横浜町だから次まで下り線の渋滞って書いてありましたから、高速どっちが速いかって、行楽シーズンにいつもやってるやつ、ああいうのね、ちょっとやって
三沢で降りるんですかね。どっちに降りたらいいのかなっていうのはちょっと分かんなかったんですけど、とりあえずこっから行って、ブルーラインの三沢上町の駅のところまではね、ちょっと行きたいと思うんですけれど。おー、すごい桜吹雪。あー、バスいるな。今金中バスが前にいるんで、どうだろう。あこれね、通ったことない道だけど、こういうことになる。全然わからなかった。ん？間違えた。お、間違えましたね、私ね。車線間違えちゃいましたね。これがこっち行っていいのかな。うん、間違えちゃった。んで、ちょっとこっち側から行きます。さっきのところで入らなきゃいけなかったですね。すごいしょうもないミスをしましたね。まあ初めて通る道だとこういうこともある。何も調べてないですからね、なんとなくできちゃってるんで。で、この先の陸橋確か左に曲がれば新横浜まで行けるはずなんですよ。11時5分、藤原さんが来るのが11時20何分の新幹線なので、まあ間に合うかな。混んでるんですかね。ここでね、合流するんですね。もうこの道まっすぐ行って、新幹線くぐるだけですね。あ、なんかこれか。左車線に車が止まってて、あれですね、ここは右行った方が
前の車素晴らしい信号無視でしたね今ね黄色いやつ。今あの目の前にちょっと高いタワーみたいなのが見えると思うんですよ。あれがですね、新横浜駅前にあるプリンスホテルなんですね。なんでもうちょいですね。でここはあれですね、あの横浜市地下鉄ブルーラインが下に通ってるんで、そろそろあの駅があるはずなんですよ。ありますね。これは片倉町っていうんですかね。ブルーラインもあんまり乗ったことないんですよね。片倉町かな、ね、駅前。まあそこが駅でした。でここ上通って、下がですね、ここの下は東海道貨物線ですね。湘南ライナーとか乗るとここ通ることができると思うんですけど、確かねここそうですよね。貨物線ですよね。だいぶ慣れてきましたアクセルとかのね感覚も。でそれから今日はですね、待ち合わせ場所新横浜駅なんですけれども、待ち合わせの方はですね、篠原口というですね、ところで、あ新幹線、篠原口というですね出口の方で、今日は待ち合わせをしています。まあ、新横浜駅はですね、表と裏って言っていいんですかね、あるんですよ。全然違うんですね。もし、興味あれば、Google のね、ストリートビューかなんかで、ね、ちょっと見、ありがとうございます。後ろの車がちょっと、ゆっくりになってくれました。で、表と裏っていうんですかね、篠原口っていう方がですね、ストリートビューで見ていただくと、これ新幹線の駅なのっていうようなね、感じの、こじんまりとした出口がね、あるんですよ。で、表側のね、こっち、横浜アリーナとかがある方は、ちょっとね、広くて逆にちょっと分かりにくいかなと思ったんで、小さい方の出口をちょっと指定しました。まあ興味ある方はね、ストリートビューかなんかで、ね、見ていただければ、こっちのね、表側の方と裏の方、違いがよくわかると思います。ここでいいんだよな、多分。すぐ行ったらもう新幹線の出口だと思います。これが新幹線の駅前に見えますかって感じですよね。普通の住宅街なんですけれども、でも前にプリンスホテルね見えてると思うんですけど、もうね駅すぐそこです。そこね上が新幹線の線路で、すごいところに電柱立ってんな。まあさっきのところまっすぐ行ってもよかったんですけどもね、もうあえてこっちの狭いところからね、止まれじゃなかったか今。ああ桜がもう散っちゃってますかね。あんまり綺麗じゃない。
後はですね、ここのニコニコレンタカーで車借りようと思ったんですよ。新横浜までは電車で来てだったんですけども、ちょっとね、車がなんかなかったので、でも結構止まってますね。予約がね、結構いっぱいになってた感じだったと思ったんですけど、結構ありますね、車ね。駅前ですからね、これね。こっちはね、岸根高校っていう高校があるんですよ。山になっててね。で、ちょっと向こう行くとね、畑があって、こっちは結構比較的のんびりしています。さあ、着きました。こちらですね、新横浜駅の、篠原口です。今、前にね、新幹線が止まっておりますが。あー、止められる場所がないかな。きついかもしれないな。まあいいかな。僕はちょっとここでね乗って待ってるんで、ここで止めましょう。じゃあ新横浜駅篠原口到着しましたので、一旦この動画はこちらで失礼させていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは。